よいしょよいしょよいしょ。こんにちは、片割り一平です。今回の作った遊んだサイエンスは、簡単な道具を使ってお餅つきをしています。バケツ、ボール、そしてダンベル、それとアルミの保温シート、これはお風呂用なんですね。あと大きな石が1個必要です。これを中に入れて保温シートで囲って、これを上に乗せて作ったものが、この臼です。結構石の重量があって重たいですよ。石を包みます。その辺の石でもいいです。こんな形です。中はこんな風になってます。全部保温シートで包んであります。石を入れます。で、残った保温シートを適当に丸めて、隙間なく留めてあげます。そして最後に布をつけて、周りを両面テープで留めてます。もし、これでも剥がれて、ついてる時に剥がれてしまうようでしたら、ここに布ガムテープを貼ってください。これからお餅をつきましょう。まず臼の中にお湯を入れて、臼をちょっと温めておきましょう。それとここにもう一つお湯を用意してください。これは後でお餅を返したり、きれいにお餅がつきますから、ついたお餅を取る、ついた時にこれで温めて水を流してあげるために使うやつです。さあ、炊きたてのもち米をこの中に入れましょう。入るかな。さあ、入りましたね。1キロのダンベルです。お餅つきのコツの要領は、まず水、お米がつかないようにダンベルをお湯の中に入れて、全体をよく、とにかく米粒がなくなるまで、こうやって押していきます。このダンベルの重さを使ってですね、こうやって全体に米粒をなくなるようにしていきます。もしこの時にいろいろ周りについてしまったら、しゃもじを使ってこうやって落としていって、真ん中に集めていくような作業をしてください。かなりお餅のような感じになってきましたね。お、おいしょ、おいしょ、おいしょ、頑張れ、頑張れ。おお、じゃあ一回この辺で、この辺でやろう。こんなだよ、ほら、こんなついてきちゃったね。ね、すごいね。で、こういうふうにお餅がこんなにいっぱいついてきちゃったら、ヘラでしゃもじで取って、もう一回こうお湯を浸して。やりましょう。はい、やってもらおう。よいしょ。おー。さあ、うわ。これでお餅ができました。あとは、いろんな風にして食べる。そんなに簡単にできると思わなかった。もっとバーンってやってね、2人ぐらいいないとダメかなと思ってたけど、こんなに簡単にできてびっくりした。